そう、本物っぽいね。本物じゃないよ。いつもご視聴ありがとうございます。本日は今日すっごくやりたかったツイッターを始めたいと思います。突然です。もうツイッター流行ってかれこれ何年も経ってるんですけれども、全然やってなかったので、やろうと思って、救急車。まあ、いっか。テレビじゃないからまあ、いっか。別に救急車通っても待ちません。YouTube だから。自然にね。ツイッターをやり方がわからなくて、なので今、このカメラを撮ってくれてる兄がすごい詳しいので、パンダ兄さんですね。今日はパンダの格好してないんですけど、ちょっと聞きながら、ツイッターやりましょう。どうしようか、じゃあ。ツイッター。ツイッターのアプリは入ったの？何にも入ってない。ツイッターのアプリがあることさえ知らんかった。APP。アップルストア。これ正式に何て読むの？アップストア。アップストア、うん、アップルじゃなくて、そう、アプリや。ツイッターこれかな、この鳥のマーク。あ、そうそうそう、入手して、うん、顔認証ね、うん、私は OK、撮れた。なんか大昔、もう12、13年前に現場マネージャーさんと一緒にツイッターやろうかなって言って始めて、アカウントは取った記憶はあるけど、つぶやいてないかも。なんかね、でもあったっぽい、私の。あったっぽいけどね。私じゃない人じゃない？私じゃないインスタもあるもん。うん。開く。今起きていることを見つけよう。アカウントを作成。お、名前。熊田陽子。誕生日1982年5月13。ツイッターコンテンツを閲覧したウェブの場所を追跡。もう次でいいのかな。ツイッターを認証コードを送信しました。メールアドレス、あ、お、急に来た。なるほど、ショートメールで来たんだ。パスワードを入力。あ、パスワード作るのね。出た、このパスワード。もうパスワードだらけで、本当にもう、本当に今ちょうどインスタのパスワードを忘れてしまって、もうこの1ヶ月ぐらいずっと思い出して、いろんなのやってるのに全部違うってなって、IGTV をやりたいんですけど、インスタの。全然できずにもう、このパスワード何？どうしよう、パスワード。誕生日とかやめた方がいいってことね、わかりやすい。そうね、誕生日とかやめた。パスワードどっかに書いとこうかも、スクショすればいいか、この画面をパスワードを。それかパスワードを保管するなんかそういうメモ帳みたいなやつ。メモ帳、じゃあパスワードをもう決めてメモりました、携帯の中の。んプロフィール画像を選ぶ。じゃあ最近の私の、あ、じゃあ昨日撮ったやつでしょうかな、これにします。完全に分かりやすいやつ。うんうん、うん、昨日撮ったやつね。自己紹介、自己紹介遅らせながら、ん、うん、遅らせながらってあっとる日本語。遅ればせながらやめようか。うん、わからん言葉使わなくて考えてない。遅くなりましたが、ツイッター始めましたでいいか。うん、最新情報をお届けします。最新情報をお届けします。最新情報をお届けします。興味のあるトピックを選ぶか検索して追加してください。そんなのいっぱい出てきてる。アンケートみたいな。どうやってしないの。一応興味あることしとく、うん、テレビ、芸術、映画、フード、書籍、スポーツはね、詳しくない。スポーツの中にスポーツってある、どういうこと。スポーツ、野球、サッカー、スポーツってどういうこと。いや、全般が好きってこと。じゃあスポーツじゃない。不思議じゃない、うん、あ、さらに表示してみるか。あ、いっぱい増えた。じゃあ興味のあること選びました。うわ、めっちゃ出てくるよ、うん、お、すごい、おすすめのアカウント。松本さん、指原さん、橋本環奈さん、へえ、あ、フォローしてねってこと。とりあえず今はね、迷ってもらって、もう先に行こうか。う、ね、うん、
通知オンにする。いや通知いらんね、うん、ツイッターへようこそ使ってみる。いけるんじゃないもん、うん、おすごい、え簡単、これでいける。これでもうやってみようか。どっからつぶやくんやろ、このプラス、そうそうそう、このプラス羽の、おーすごい、ツイッターやってみたよ、うん、まだまだ初心者なので。また救急車、ツイッター始めたよ。何つぶやこうかな。オッケーで、ツイートしようかな、オッケー。うんうん、いいよな。ではツイートします。お、送信しました。へえ、これで、じゃあ私のツイッターがあるかを見れればいいのか。あ、熊田陽子、ほんとだ、熊田陽子。え、何によるこれ私ね、今やったやつ。1,2,3,4,5,6,7,7人。あ、でもこの方顔が違うで。本当にね。うん。でもこのさ、上から2番目のやつとか。もうこれ私よ。これ。うん。ああ。そう、本物っぽいね。本物じゃないよ。誕生日5月13日。結構最新のことをツイートしてくれてる。本当やね。うん、4532フォロワー。これ違うんや、ヨコじゃないの？違う違う。へえ。誰ですか？2016年から やってくれとるって感じだけど、私からしたらなんか。インスタのやつからもしてくれてるね、でもね、インスタに上げてないのもある。あ、でもこれはインスタかもね。そう、いろんなのから。公式の人はね、なんか公式のちゃんと、あの青いピってやつね、そう、作られると思うけど、まだ分からへんね。なので一応これは私の情報が載ってますけど、私はアップしてないやつです。私のはこれ、アットマークもこれも変えた方がよくない？このなんかパスワードみたいなやつ、 GZ6H とか。これどうやって変えるの？もう私の本物っぽい人がおるで、この赤い服着た本当の私が、うん、私じゃないんじゃないって思われる可能性があるよね。そう、そっちの方どうすればいい？私ですって私ですってやらないかね。どうしようか。どうしたらいいの？まあだからこの YouTube 見てくれてる人は、あ、この赤いのがそうかってわかるけど、ね、うん、見てない人にとったら、かっこ公式にしとく？熊田陽子かっこ公式って自分で、うん自分でつけるものじゃないの？あとはどんどんつぶやいていって、なるべくでもう、ああ、本物かって思ってもらうように、うん、こっちが本物だよっていうとこか。偽物っぽいね、この発言が。この発言がやばいな。これ本物。これ本物っていう証明って難しいね。全然やるやろ。なんかやっぱその本物っていうチョンみたいな、インスタで言うと青いなんかあるやん。そうそうそう、チェックみたいな。あれを誰か。ほら、でも熊田陽子過去公式でちょっと本当っぽくなったよ。まだフォロワーゼロやけど。フォロワー数が全然本物っぽくない、うん。今すぐフォローしてよ、じゃあ、うん。ちょっと今見てみよう。うん、じゃあ、兄が携帯で撮ってるので。じゃあ私これから、Twitter どんどん発信していこうと思いますので、打倒偽物熊田陽子のフォロワー数を年内に越したいですね、4500以上。分からへんも、そのツイッターがどのぐらいの、え、みんなすごい人ってすごいの？有吉さんやったっけ？一番すごい人。あ、やっぱチョンってついとるわ、この事務所マーク。有吉さんがすごい、ね、10、100、1000万、10万、100、あ、700万すごいね。すごい。すごい。ちょっとチョンはつけたいね。うんうん。これからじゃあやって。うちに覚えるでしょう。うん、ちょっとやってみよう。38歳のおばさんが新しいことをやるには、うん、なかなか難しいですよし、ではあの YouTube をご覧の皆さん、いつも見ていただき嬉しいんですが、もしお時間があれば Twitter も覗いてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。ぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さよなら。